エレン、あなたもこの戦争を見たんですね。そうですか。ああ、なぜこんな風になったのか。人は常にチークへと押しやられています。多くの人にとってチークへ行くのは自分の選択ではなく、他人や環境に追い詰められるだけです。みんな何かの努力です。あなたは何の努力ですか？ EQ ですか？英雄ですか？私はそれには興味がありません。私はただ大切な人を守りたいと思っています。そうですか。あなたは他人があなたのためにヒカネを守ることを望むのですか？私は自己中心的な人間であることを否定しません。自由の救急とはある意味で自己中心的でしょう。これはあなたが最後に災害を引き起こす理由ですか？私は様々な可能性を見ました。他に方法はありませんでした。巨人の彼は壊せますが、人と人との彼は殴れません。私たちは永遠に本当に互いを理解し合い、認め合うことはできないでしょう。道徳的な判断をしません。戦争の両側には絶対的な正義がありません。イスラエルとパレスチナのように土地、宗教、歴史に関するアメイを続ける国々と民族があります。彼らにはそれぞれの理由があります。私たちとマレヒトも同じです。ただし、世界にどれだけの代償を送り払わせるつもりですか？他人の命を担保にする責任はありません。あなたたち以外の誰にも。それはあなたが私に教えたことです。それが世界を壊滅させることになるとしても。それでどうなりますか？あなたは選択についてよく話す。そうでしょう。もちろん私はさらにスピンオフエピソードを特に撮影しました。選択を公開しないようにと言っていますが、この世界は私たちに決闘を選ぶ機会を与えたことがありません。私たちはこの彼の中に閉じ込められ、外部からは怪物と見なされています。これは私がマレーで学んだ真実です。大なる桃堂のモラリが私たちに据え付けられており、本質的には人間は物誰によって推進される中かであるということです。タナワとクルアンは異なる物語を描いており、ユダヤ人とアラブ人の対立を引き起こし、アイデンティティと諸少数を定義しています。しかし、私たちとマレイヒトは一貫した物語を聞いたことがありません。なぜ奇なる物語が存在するのでしょうか？それは私たちは本質的に利益を追求する生物だからです。 Interests, they lie at the heart of approaching these issues. How does Armin say it? ジャンニンとは自分に利益のある人を指す言葉に過ぎないのです。Think about the fickleness of the United Kingdom, the support of the United States, and the resistance of the Arabs in the history of the Israeli-Palestinian conflict. Where do these originate from? The Eldians once exerted overwhelming power over the world, and now they threaten the interests of major nations like Mali. Why does hatred always become particularly conspicuous in times like these? 大量殺傷武器、人種蓄積、これらは歴史的にも新しいことではありません。おしないなことに、我々にはあるヒポフのような理性的な人物がおり、最後にボタンを押すことはありませんでした。エレン、この世界はいつもあなたのような理想主義者を称賛していますが、限りなく自由なものは非常に恐ろしいものです。この時点で私のような実例主義者であることも悪くありません。でもあなたは戦争が終わるとは思ったことがなかったでしょう。そうです。世界平和などと言うのはやめましょう。刺身は一時的に解消できますが、利益は永遠に存在し、これは人間の本性の問題です。正義は全て相対的です。そう考えると私たちの努力には何の意味があるのでしょうか？エルヴィンは最後に言った。かように愚痴つらかれる人生と幸せな老後を迎える人生、最終的には同じ結末だ。結果ではなく、どのような選択をするか、そしてその選択に責任を持つことが重要だ。それでは、私の選択はどのような物語の結末をもたらしたのでしょうか？ああ、もういいです。あなたは知りたくないでしょう。